諏訪神社は、千葉県流山市小牧にある神社、小牧のお諏訪様、または、諏訪の宮とも呼ばれている、旧社閣は孫社。神門は、諏訪大社下社の、明神家事、玄と根川水系と玄江戸川水系の分水嶺に、あたる、大地上にある、境内には、諏訪神社遺跡が存在しており、縄文時代後期から人が居住していたことが、わかっている。社殿によると、 大道2年に、天武天皇の御子、高市御子の後裔である高品氏の一部が移住し、この地を永住の地と定め、統治開発の守護神として、神州の諏訪大社から、分子、創建されたとされる。また、それより、以前、慶光天皇の御子には、すでに死者があったとされる。高市御子と三輪、高市麻呂の縁を示す。この神社の社殿は、大和国にある、 大宮神社や筑紫国の宗方大社との関わりも指摘される。なお、古くは当社の別当時、奥の院とされた聖武氏も大同年間に空海の弟子によって建立されたと伝わる。新目像その後、平安時代末期の武将、源義家が、あと3年の役で欧州に向かう際に立ち寄り、付近で軍馬の調達をした、戦勝後の帰路、 諏訪神社に立ち寄って、剣馬をしたという伝承がある。千葉県道二百七十八号柏流山線を挟んで向かい南東側には、倉掛けの地名が残るが、これは、源義家が、剣馬の際に、乗馬の倉を境内の松の木に掛けたことが由来という。実際には、諏訪神社付近一帯は、馬の産地であり、後に、江戸幕府が群馬牧場の小金牧として指定したが、 その選手を伝えるとされる。この伝承にちなみ、境内には、新名の像及び、吉江昆馬の像の二体の聖堂像が置かれている。江戸初期には、徳川光国が参拝したという記録が残る。明治以降、周囲に点在する神社が、諏訪神社境内に移されることが続き、多くの説抹者を抱えることとなった。付近の宮司が、不在の神社での祭礼の際には、 諏訪神社の宮司が派遣されることも少なくなく、一体の中核の神社として、今に至っている。敷地は、約1万坪。境内の配置は、第一鳥居、第二鳥居、神流門、第三鳥居、水垣門、雪末社と社殿であり、また鬱蒼とした大樹が茂る森を残している。境内入り口、第一鳥居あたり神社の元の社殿は1749年の、 火災により消失したため、1826年には、本殿、1846年には、廃殿が再建された。本殿、平殿、廃殿は1980年に、流山市の有形文化財に指定されている。江戸後期に書かれた、小金木港には、神垣の杉の移ろの増し水は月の恵みのため、シュナルラムとあるように、境内の杉の大木にある洞から湧く水は、 古くから熱い信仰の対象であった、創建時期不詳。祭神は、諏訪大臣の神紙、矢坂刀売り神。もともとは現諏訪神社の東側に隣接する、慈姫宮の千葉県道279号豊か式停車上高、田原千円道にあったとされる。明治時代中期に引っ越しが行われ、諏訪神社境内に同居することとなった。もともとは、慈姫宮の一帯までが連続して、 境内とされ、その西側に、諏訪神社が、東側に、姫宮神社が祀られていたものと見られている。霊祭は1月20日、創建時期不詳、祭人は別来人。もともとは現諏訪神社の北側に隣接する、小牧矢座道大にあったとされる。明治時代中期に引っ越しが行われ、諏訪神社境内に同居することとなった。脳前、祭りと称する霊祭は5月1日。祭人は、 菅原道真で、創建は1462年とされる。もともとは諏訪神社の北側に隣接する小牧屋座中隊にあったとされる。1985年に引っ越しが行われ、諏訪神社境内に同居することとなった。並びの脇者に、菅原道真の化身を祭神とする雷神社が置かれている。例祭日は3月25日、当地方の演奏を祀る。 1887年、現諏訪神社の南東側に隣接する、豊敷安桜掛か,からいたが出土し、里人がこれを道館様として祀ったのが、当社の始まりという、1952年に引っ越しが行われ、諏訪神社境内に同居することとなった。霊祭日は9月20日、総県年大府省、いわゆる稲荷神社の系列で、祭神は丘の御玉神。 霊祭日は2月の初馬の日、創建年大負傷、祭人は、エビスで、水エビス信仰に基づく。霊祭は4月23日、創建は1949年。戦没者の慰霊を目的としたものではあるが、第二次世界大戦におけるうじの戦没者を弔うために敗戦後に建立されたものであり、国家神道、靖国信仰系の召喚者とは、由来が異なる。 検証と安心の祭典は4月と11月の23日。総県年大負傷。祭人は、日本穂高と音立花姫。例祭は11月初取りの日。掛け幕も、賢き諏訪の大神払えたマイク読めた。前守り玉絵先は得たまえ、ありがとうございます。